今日は白山市木なめりに来ています。こんにちは、杉本優里です。皆さんご覧ください、この風景、里山の自然あふれる感じ、この白山麓のふもとです。さて、ここで皆さん知っていましたか？ある食べ物が、驚きの食べ物がこちらで栽培されているそうなんですが、何なのかをご説明いただきます。里山の活性化に日々取り組んでいらっしゃいます山立会の石崎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速、はい、建物の方に案内します。こちらで栽培しております。こちらで栽培されているんですね。この建物歴史がありますね。そうですね、今年で50年になります。築50年の建物なんです、ね。これが栽培に欠かせないものなんですけど、はい、これ何ですか？これ木のおがくずです。おがくず、はい、そのある栽培されているものにはこのおがくずが欠かせない、はい、で栽培しているところはこの2階になりますので、はいはいはい、2階にあるということで、この築50年の倉庫ですか？違うな、工場ですね。はい、このじゃ階段を上がって、分かりました、本当に歴史がありますね。1階に上がっていきましょう。これなんだかいろいろ工具とか、なんだろう、なんか同じように揃っているものとかいろいろありますが、この奥もまだまだ行くんですね。はい、このさらに奥になります。結構あの怪しげな、すみません、失礼ながら怪しげな雰囲気が漂ってますけど、ちょっと夜来たら肝試しに使います。なるほど、いろんな扉が左右にあって、はい、何、こちらの部屋になります。はい、あ、この部屋なんですね。はい、ではお見せします。はい、はい、どうぞ。何、なんかいっぱい並んでるけど、これってもしかして何、はい、そうです、なめこです。すごい、私なめこが栽培されているこの姿初めて見ました。スーパーとかでよく買うこのなめこ、すごいんですけど、はい、ですよね。そうです、なんかすごいんですけど、本当にお見せしたいのは実はこの奥なんです。こちらです。ちょっと待ってください、ちょっと今笑ってしまったんですけど、これ何ですか？なめこです。これなめこですか？はい、ちょっと、本当になめこですか？はい、すっごい大きいんですけど、はい、これ大きい。ですね、岐阜とか福島とか県外でも作られてるんですけど、はい、うちで作ってるなめこが一番でかいですね。めちゃくちゃ、はい、ちょっと持ってみてもいいですか？はい、大丈夫です。すごくないですか？これ1個が、1個って言っていいの？はい、1本って呼んでます。1本、はい、これっちが通常サイズのよく見るなめこ、これが大きいけどなめこ、名前もなめこでいいんですか？こちらでけえなめこになります。でけえなめこです。でけえなめこ、確かに。もうですね、いやでも、もうインパクト大ですごいボリュームありますけど、これどうやったらこんな大きさになるんですか？うちで栽培する場合は、はい、熟成期間っていうのがあるんですけど、それをちょっと長めにとって、で状況を整えるとこの大きいなめこが出てくる率が上がるんですけど、でもこの大きさのなめこって私が行くスーパーではあんまり見たこと、いや見たことない。そうですね、大量生産できないので、県内でも限られたスーパーにしか出してないんです。そうなんですね。なんか菌を植えたらキノコとかですぐバッて出てくるものかと思ってるんですけど、どういうふうに栽培されているものなんでしょう？ですね、先ほど、お見せしたおかくず、はい、から始まって、8工程ぐらいありまして、でその期間だいたい3ヶ月から4ヶ月ぐらいかかります。そんなに、はい、でけえなめこもそうなんですか？でけえなめこはさらに熟成期間が長いので、さらにもうちょっと期間が伸びますね。さらにさらに、はい、すごい、じゃあ手間暇かかってるんですね。そうですね、で大きななめこっていうのは味が気になるんですけど、確かにやっぱり大きさだから大味ですよね。食べてみますか？食べてみたいです。じゃあ先ほどのところに戻って実際食べてみましょうか。はい、ありがとうございます。ということで、でけえなめこどんな味なのかは CM の後お伝えします。お楽しみに。